西小路の YouTube、 そして明けましておめでとうございます。2023年、はい、始まりました、はい、よろしくお願いします、23年ですか、はい、何年なの、うさぎじゃない、あ、うさぎか、うん、だから年賀状さ、うん、海であのジャンプして跳ねてるシーンあったのや、ああ我々の年賀状ね、そう、はい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 、それでもいいかなと思ったの、ああ俺らが飛んでる写真だから、うさぎのフェンダーなんでしょ、いや分かりにくいなおい、俺らが海でジャンプしてる年賀状だったよね、そうそう、だからうさぎが跳ねてるし、うん、跳ねてるかって分かりづらいか、分かんないですよねこう、この人、こういうかなるほど、ウサギで跳ねてっから人間跳ねててウサギだーってはな、ねえ、なんないかもしれないね、じゃあマジックで書き足さなきゃいけないな、いやウサギのように跳ねます、しなくていいよいや、二人での写真っつうことでウサギ年ですね、ねえ、2023年、はい、だから恒例の書き初めっていうことで新年のご挨拶とともに、書き初めっつうことは目標っつうことだね、うん、うん、でこれが昨年、そしてその一昨年前のコアそれぞれの、要するに血圧ね、血圧を下げる、俺下がってると思うんだよね、うん、実証症状、これ去年も言ったんだけど、うん、ここでやって、この人やったでしょ、目標はこうってさ、うん、こう測って数字を見せるって下がったまでやんないと、動画撮ってればいいかな、プール行った時とかここでもいいんじゃないの、ここでやった方がなんかの時にね、あ、まあ一応動画も撮れるんですよ、次血圧上がったらそれどうする、それだってそんなの10秒終わるんだよ、それではその映像を見てみましょう生配信の時はいいんじゃないの、あ、生のが一番いいか、それがいいから、よーしやりますってさ、あ、そうだな、2年前のものだからね、うん、で、バイオリンを買う去年、はい、勝った、勝ってない、信じらんねえよ2年連続やってねえからね、目標で、昨年はバイオリンでいろいろやったでしょ、アリューシャルカフェやったりとか、ブレイクアーティストとかね、買うでしょ、勝ったの、買ってないんだよね、ダメ、今年買うかな、それなんで買わなかったの、なんかさ、うん、借りんだよね、結局いざ仕事が決まると貸してくれるわけ、いやだから持ってればさ自分のでできるわけでしょ、もう1月に買うってやりました、うん、2月ぐらいに買ってればさ、うん、なんかこう練習したり、あ、思ってます、壁でもさコンサートあったり、うん、そう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 じゃねえし、この野郎ねなんかこれをやるって決めちゃえば買うと思うんだよね、そうだ、決めたでしょ、でだから買うって目標を決めたんだから買うでしょ、うん、っていうことですよね、うん、今のところこれほら詐欺だよね詐欺、買うか詐欺、高圧の話は去年、いや測ってねえんじゃないの、測った方がいいんじゃないの、見してっていうのは俺言ってる気がする、今年今からなんか書くけどもきっとやんないですよ、うん、やります今年は、いや、やります、で今年ではもうだから3つやんなきゃいけないんだよ、3つか多いな、今年頑張んなきゃ、3つやんなきゃいけないからもう溜まっちゃってってから、我々は一応これまあみんなの協力あってですけど、白根さん登ったもんね、登った、動画も配信で吉川さんやってくれたんで、両方やったね、別に俺一人で見ないって言ってて、むしろ一人でも早いぐらいだもん、いける俺別に、うん、あまりしようがなこの人もどうしようもない、じゃあ恒例みたいになってるんだったらね、ていうか書いてみますか、まあ、とりあえず書きましょうか、もう一回やります、はい、2023年か、40個になりますね、今年なあ、もう50だぜ、俺は6月で、カオルが5月でね、俺、一緒じゃないですかこれ、俺の腕とテーブルの色、一緒の色ですねどうかしてる、顔だけ、ドンピシャで顔だけ入れてくれて俺、すごくないですかねえ面白い、面白くないですか、面白い、面白いっすかこれ、俺今こうやったら思ったこれ本当だ、できた、できた、じゃあ見せよう、俺まだ見てねえからこうやってさ、いきます、はい、なんていうかな、今年こそバイオリンを買う今年は買います、いやだから去年と同じ目標ってことね、うん、じゃあやりませんでした、はい、すいませんでしたってことね、そうで、ただそのバイオリンの仕事というか、それでいいことあったよね、バイオリンやって、そうだね、コンサートでだったらすっごい広い会場で、有吉の壁ですっごい会場でお客さんがたくさんこうあったかく見てくれた、横浜のピアアリーナっていうとこでやったんですよ、普通できないよ、うん、何千人の前でちょっとしたね、しましたね、なんかみんなの集団コントだったらあれかもしれないけど、おめえの前それに星野くんとソロでね、そう、うん、できないやんね、できないことだよ、いや、それをしかもお客さんがちゃんとあったかく見てくれるっていう、バイオリン買って、はい、なんか一曲ちゃんと練習してYouTube で披露するっていう、あ、よし、そこまで言ったね、そこでやろう、言ったね、うん、ここまで買い学校やろう、これは買うだったけど、この人は買う、うん、まあ当然で一曲何か覚えて、曲名は、まあ、メネットぐらいにしておきましょう、メヌエットって何でしたっけ、テレレレレテテテテレレレレテテテテってやつ、そんぐらいにしておきましょう、もちろんできないな、テレレレテテテテテ、甘くねえんだもん、ほんとね、ほんとね、うん、あっという間で1年、これと高圧だな、2つ消去しました、それはなんか配信か、まあ、なんかの機会に うん、やるっていう、はい、じゃあ俺、よし
リバーサルオーケストラに俺出るの知ってました？え、何役ですか？オーケストラの中のリーダー的な演奏者の役なんですよ。よし、じゃあこれ、俺今年登りたい山、はい、赤城山、赤城山、群馬、群馬、迷ったんだよな。だから百名山行きたいんだけど、スカイ山ってあるんだけど、スカイ山はね、結構長時間で、あれ一泊とか、で普通の日帰りコースルーとか、今ちょっと閉められてるとかさ、そういうのが、スカイ山はちょっと興味あるんだけど、スカイベリーとかの語源になってるからね。はいはい、那須だけ行ってっから、うん、だから群馬の赤城山、群馬を制覇しますか。はい、赤城もは総称で黒城山とかいくつかあるところの総称なんで、そこちょっとぐるっと行く感じで多分普通に行けると思うんで。高さは大丈夫？高さ大事だ。本当？大事だよ。高さの問題じゃないから、コースの問題だから。赤城さんはどんぐらい？いや、赤城どんぐらいだっけな。そんな1000いくつだよ。2000、ちょっと待って、もう一回見るね。赤城山漢字って間違ったんす、俺。義の、この、払う。付け足します。あ、1本足すのか。こうすか。そうですね。こう、あ、合ってます。はい、合ってます。改めまして、赤城山。赤城山、そう、まずくさいな。最初からになってたかな。高さはどんなの、まず。1828。あ、じゃあ単体山が2000。単体山2500か、2400か、知らんとか。僕は2500ぐらい。赤城は手でやったと思います。1800だった。誰なのよ。それやりたかったからずっと高さやってやる。くっそ、なかなか手やってくんねえから。じゃあ赤城山ね、赤城山登山、ね、俺は今年こそバイオリンを買って一曲披露する。一曲披露する、やります。よし、言った。はい、ちゃんとかっこいい顔でやります、言って。今年はやります。あとチャンネル登録者数も今11万人ですよね、うん、11万6000人ぐらいいってますよね。そうです。おー、すごい。それもありがとうございましたね。そうだな。それで次は何人年末までに、今年の15万。同じペースでやってったらいかないかもしれないけど、なんか途中でバズるじゃないけど、そういうことあって、うん、人気企画さらに、もう一個去年新たに俺そばが始まったので、俺そばって言ってくれてるからね。俺そばって言ってくれてる。俺そば、栃木飯、ギャンブル飯、登山、はい、4本立てがまあ一応人気あるやつですね。これもう一個、うんうん、15万人目指す。15万人目指そう。はい、うん、まあいろんな、幅広くいろいろ、ね、今の時代だから。そうだ、ね、今の時代いろいろやんないと、うん、また YouTube 以外にもなんかやれたりとかね、うん、世の中動いたらそう思う、ね、こう、飛びつくとかね、無理しないよ。まあ元気に1年やりましょうよ、はい、ね、皆さん、今年もよろしくお願いします、本当に、はい、あとはもういいよ。じゃあ今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。また頑張りましょう。有志工事のチャンネルの登録お願いします。お願いします。チャンネル登録よろしくね、ってやつね。